ついに。合わせないよ、合わせないよ。Thank you.
Thank you.
そうですね、まあ始まる前から相手は強いっていうことを分かっててチャンス自体はあったと思いますし、まあ、自分もフォワードで出してもらっていたので、まあ、得点という部分でこうチームに貢献しなくちゃいけなかったんですけども、まあ、ちょっと自分は点取れないでちょっと試合が終わってしまったので、まあ、そこは悔いが残る部分かなと思います。そうですね、まあ、チームがこう今シーズン始まって、まあ、昨年からまあ自分はボランチでプレーさせていただいてて徐々にこう試合の流れによって、まあ、トップ下だったりフォワードだったりっていう、まあ、元々のポジションをやるようになってきて、まあ、今日に関しては、まあ、フォワードで出てまず前でまあゴール前でボールを収めて、まあ、起点を作るっていうプレーをちょっと心がけて、まあ、やってはいます。まずはフォワードで出る以上ゴールで、まあ、チームに貢献したいですし、まあ、ボールを収めてチームの起点になるでハードワークをできるっていう、まあ、フォワードに近づいていければなと思います。ありがとうございました。後期ということで、まあ、前期なかなか勝てない試合が続いたので、まあ、ここから巻き返そうということでチーム一丸なんていうか勝ちを目指しました。まあ結果的にはいい結果は伴わなかったんですけど、まあ、まずは最後まで諦めず戦おうということで、まあ、一応中では声かけるようにはしてました。まあそこのゴール決めたシーンに関しては、まあ、このままじゃ終われないというのが自分の中でありましたし、まあ癖としたら相手がゾーンディフェンスだったので、まあ、高いボールが来れば叩けるなというふうに思ってあそこに入りました。まあそうですね、コーナーキックに関してチームによって特徴が多分あると思っていて、今日でいくとゾーンディフェンスをしていたと。でまあそれが対人になるチームもありますので、そこでは駆け引きをするっていうところが大事だと思うんで、まあ、そこを使い分けてるようにしてます。ラウディ、今年から、新しい選手も入ってきて、まあ、その中でサッカーが好きな選手がまだサッカーをやりたくて集まってきていて、まあ、その中でも今年はより上を目指そうという志が高い人たちが集まってくれていると思うので、あとは結果を残していきたいなというのはあるんですけど、まだ結果出せていませんけど、これから練習の中で改善して、チームを目指せるように頑張りたいと思います。ありがとうございます。